ああ、支配人、おはようございます。おう。先ほど支配人宛に、ほぐし会館のリー様という方からお電話がございました。リーから？ご存知の方ですか？まあ、そいつ、なんて言うとった？それが、支配人にすぐそのほぐし会館に来ていただきたいとしかおっしゃらなくて。支配人？わかった。よう伝えてくれたな。いえ、それでは失礼いたします。マジマ、よう来た。待っとったで。傍聴まで。何興奮しとんねん。そら興奮するに決まっとるやろ。な？お前、水臭いやないか。たった一人で。せやけど、これで一件落着や。ようやったで、マジマ。何の話や。何って。お前やったやろ。あの写真の女。今日未明、蒼天堀川で発見された若い女性の遺体は、身につけていた衣類などから牧村誠さん20歳とみられます。遺体は損傷が激しく、大阪府警では牧村さんが何らかのトラブルに巻き込まれた殺人事件であると断定。捜査本部を設置し、何や、これは。おい、お前がやったんちゃうんか、あの写真の女を。俺はやっとらん。やるわけないやろ。せやけどお前、死体は昨日お前が持ってった誠の服着とったで。何やと。朝店にデカが来てな、身元確認や言うて死体の写真見せられたんや。顔は潰されとったが、服は間違いなくお前に渡したやつや。はい、ほぐし会館です。ああ、お前にや。変わったで、真島や。わしからのプレゼント、受け取ってもらえたか。何の話や。決まっとるやろな、牧村誠の死体や。何やと。あの子はこれで死んだことになった。あんたの雇い主もこれで納得やな。あんたが消される心配はもうないっちゅうわけや。感謝してもらうな。お前何も言いや。目的は何や。
取引したいんや、あんたと。何わけわからんこと。実は今な、あんたの店で飲ましてもろてんねん。お前グランドに。いやもうちょっと。ええ店やな、真島君。わしここ気に入ったで。今から一緒に楽しもうやないか。あんたも早おいで。一体何がどうなっとるんや。なんで知らん奴がわしの計画知っとった。おい、どういうことや真島。さっきの電話の男、多分あいつは俺が捨てたもんを拾ったんや。公園のゴミ箱から。ああ、俺があんたから取ったほぐし会館の制服、身代わりにするつもりやった女の写真、俺がそれ捨てたとこ、その男はどっからか見てたっちゅうことや。そういうことかいな。それつこて誠の死体を偽装したんやな。けど何者なんや。もしかしてお前の雇い主とちゃうか。ちゃう。俺の雇い主やったら本人が電話してくる。電話の男は別口や。けど俺が誠の殺し命じられとんのは承知しとる口ぶりやった。となると前にここに来たヤクザどもか。まずその関係やな。電話の男は俺と取引したい言うとった。奴の欲しがっとるのは牧村誠っちゅうことや。ドライする。相手はグランドで俺を待っとる。あんたはあの子についててやれや。そらええけど、お前一人でのこのこ出ていくんか。相手はお前を待ち構えとるんやで。これ以上うろちょろされたら目障りやからな。それに奴に聞けばあの子が方々から狙われとるわけもわかるはずや。そろそろ蹴りつけたる。どうも、真島さん。お前は。その節はお世話になりました。お店の中にうちの組長がお邪魔しております。組長。ええ、先ほど組長からお電話差し上げたかと。牧村誠の死体お受け取りになられましたよね。
どうぞ、親父が待ってますから。ほら、ここええやろ。あ、あかん、わしのも触ってな。いや、もう、ほんまに特別ですよ。え、ちょっと立ってるやん。当たり前やん。ちょっと嫌や、やめて。せやったら、いくら払えば揉んでくれるん？せやな。じゃあ、1万で1秒。ほんまか。なら100万で100秒や。当店はみだらな行為は禁止です。お客様。支配人。ほう。あんたが真面目くんかいな。硬いこと言うなや。場がしらけてしもたやんか。ですが、それが当店のルールです。はいはい、そりゃエロすいませんでした。支配人怖いな。な、当たり前や。他の客の迷惑になるような真似されて支配人として見過ごせるわけないやろ。ちゃうねんって、そない乱暴なことせん。これでもちゃんと筋通してますし、実はお店の人に頼んで貸し切りにしてもろたんや。わしらの会話、あんたも他のもんに聞かれたないやろと思ってな、人払いしといたんや。これでも気ぃ使うてるんやで。まあまあ座ったら、たまには自分の店で飲むんもええもんとちゃうか。何もんや。わじゃな、鬼人会中看板掲げさせてもらってる西谷ってもんや。鬼人会？こっちの欲しいもんは分かっとるやろ、真島君。牧村誠ちゃん、あんた、あの子どこに隠しとんのや。前にうちの若いもんが誠ちゃんさらいにハリシンとこ行ったやろ。せやけどあんたが手に負えん言うてな、結局わしが出てこなあかんようになってもうた。お前があのボンクラどもの頭っちゅうわけか。あんた強いらしいな。わしゃ強い男は大好きやで。せやけどそんなあんたが女一人殺せんでえらい困っとる。もう見てられへんで、かわいそうにな。何言うとるんや。まあカリカリせんと聞いて。わしらが欲しいは誠ちゃんの命やない。あの子とちゃんとお話ししたいだけなんや。せやから誠ちゃん、わしらに渡してもらえんかな。なえやろ、あんたは雇い主に蒼天堀の死体が誠ちゃんや言うたらええ。相手は佐川やろ。
キャバレーグランドの裏のオーナーさんや。あのアホに死体が別人やなんてバレやせん。わしは口の堅い男や。マコトちゃんさえこっちの手に入れば誰にも秘密は明かさん。墓まで持ってったろ。お前らなんであの女狙うんや。うん、そりゃ言うわ。わしらも人に雇われて向いとる。ただまあ真島君もそれ知りたいやろな。なんやったらわしから力ずくで聞き出してみるか。あんたもそのつもりで来たんやろ。なんや真島くん、どないしてんや。俺は店の中で客殴られへん。なあそれ。この店の支配人としての流儀や。なんやなんや、あんたほんまにわし好みの男やな。せやけどどないしよ。真島くんの流儀も大事やけど、わしもはよあんたとやり合わな。もう収まりつかんで。せや、そしたらこないしょ。ちょ待って。あ、もしもし、警察でっか。わしキャバレーグランドの支配人ですわ。何、今頭おかしなったヤクザが店でドス抜いてますね。全然客やないです。強盗ですわ。早う助けに来てください。何考えとるんやお前。これでわしは客やないちごちゃ。札も認める立派な強盗やで。支配に言うたことで強盗まで殴らんちゅう流儀はないやろ。大事な店を守るため、はよ遠慮せんとかかってきてや。真島くん、わしゃもう仕事抜きや。楽しませてもらうで。そこまで言うんやったら突き落たる。俺も仕事抜きや。ほな行くで、真島くん。がっかりさせんなよ。
得やな。警察や、そこを動くな。なんや、もう時間切れかいな。サツの旦那方、わしがこの店を押し込んだ強盗ですわ。エロお騒がせしましたな。はあ、なんやそれ。待てや西谷、お前らが女狙う理由はなんや。どっからの命令や。それは次会うた時のお楽しみや。お前はもうわしの獲物やで、真島か。たく、なんなんやお前。とにかくこっち来い。あの支配人、何があったんですか。貸し切りのお客様は。貸し切りはしまいや。え、あんなにお金いただいてるのに。もう。ええから、お前は札の応対しとけ。他の門には開店準備させろ。今から通常営業へ。わかりました。準備でき次第店を開けます。支配人はそれまでどうされてます？せやな、店開くまで事務所におるわ。何かあったら呼びや。はい。